こんにちは、ドルメロチャンネルです。さて今回は先頃行われましたセレクトセール2022の模様をドルメロ流の視点で詳しく解説していきます。なお今年のセレクトセール動画は一歳馬を対象としたこの1本のみになります。当歳の解説はありませんのでどうぞご了承ください。今年のセレクト1歳セールでドルメロが特に注目した点はこの3点です。一つは毎年恒例の高額落札馬たちの真の評価とそのオーナーさん戦略で、2つ目は種牡馬に関してモーリスではない次世代のエース候補探し、それから3つ目セールの真の実力がわかる低価格ゾーンの充実ぶり、こんなことについてね順番にお話ししていきます。まずは超高額馬たちの評価ですよね。落札総額は今年もレコードを更新する勢いだったようで、セレクトセールだけはもう毎年ね異次元の好景気を見せていますけれども、それを引っ張る超高額馬たちのドルメロ的評価はどうなのかといえば、まずここに挙げた馬たちはある程度やってくれるんじゃないかと見ています。これらの馬たちは月のサイクルの裏表はあれど、私がいつもお話しする自然派イベント生まれの馬です。でさらにこの馬たちをどなたがお買いになったかを見てみると、実は自然派をお買いになったオーナーさんはほとんどすべて共通した一部の方ばかりなんです。自然派推しの私から言わせてもらえば、これはやはり相当の相馬眼を持つ専門家の判断だろうし、決してイケイケだけで買い上がっているわけじゃない、自信があるからなんでしょう。実際にねこの自然派が一頭も当たらなかった某クラブのような存在もあるわけですから。ということで、今年あえて三強馬主を挙げるならダノックスさん、金子誠オーナー、そして藤田進オーナーになります。このお三方の持ち馬には今後も絶対に注目ですね。でその方たちの争奪戦が終わった後に1億円より少し下あたりでようやくいつもの方たちが買い始める。阿部オーナー、松島オーナー、里見オーナーもしかり、この辺のオーナーたちはあえてね争奪戦からは一歩引いてコストに十分見合った馬を着実に仕入れる方針だったかもしれません。それでは今回ねご紹介したこれら一歳の中から出世候補5頭、価格の安い順にご紹介していきます。まずは66番マハーバーラタの21、税別9400万円、藤田進むオーナーの購買です。あの藤田オーナーがね単にお金に物を言わせて高額馬をさらっていく方だと思ったらそれは大間違いです。これはどのセールにおいても購買ラインナップを見ればもう一目瞭然です。今回の動画もね最初セレクトセール特集とするよりは藤田オーナー特集でいいんじゃねえかと思ったくらいで、その方がよっぽどね見てもらえたかもしれないですね。私は藤田さんのブレインとかあるいは中心的バイヤーの存在を知りませんし、またセールによって依頼する方が違うのかもしれない。しかし陣営がここまでいい馬だけを引いていく相馬眼、これはもう見事としか言いようがありません。その腕で近い将来ダービー馬も引いてしまう、これは十分あり得ることだと思います。本馬は劣勢期に入ったエピファネイアの牝馬で、
サンデーの形を受け継いだ鉄板系ですよね。基礎体力に不確定な部分はありますけど、それを差し引いても走ることに関しては不安の少ない馬。動画では腹袋に大きめのね、まとまった体型で、やっぱり劣勢期なんでしょうか。父エピファの子にしてはマイラーっぽい第一印象です。続いては105番、ラリーズの21、税別9800万円、皮脂の看護でおなじみ阿部オーナーの購買馬です。母ラリーズサンクといえばね、すでに阿部オーナーは5番子の皮脂イグアスをお持ちで、本馬が兄弟2頭目になります。防災セールでちょうどね、同じくらいの落札額だった兄は母にの芝馬でしたけど、本馬は父にの牝馬ですし、もう兄とは全くね、タイプの違う競走馬でしょう。父のシュバルグラン、この年がマックス活性期ですね。ハーツの劣勢期産駒で、自分の優先祖先はマキャベリアンからこのミスプロのね、影響が強くて、現役時代の姿に惑わされると、この父の良さに気づかないかもしれません。私はすごく評価している一頭です。本馬は配合的にね、ややクロスの多さ気になりますし、動画の歩様がまあお世辞にも柔らかいとは言えない。この辺がミスプロ由来なのかなと思わせます。まあ牝馬らしいね、体つきではあるんで、でまずはね、芝からスタートして、体力がついたらダートへの転戦もあるでしょうね。続いては71番、デックドアウトの21、税別1億3000万、ダノックスの購買馬です。ドルメロはですね、残り少ない世代の父の産駒をね、セールで買うっていうのはどうかなと思っている人です。理由としては、まあ、この世代はうまくいってもね、次の年に生かせるってものが少ないですし、まあ、ならば一つでもね、新しい世代の馬にチャレンジしてみたいですね。今のところタイトルホルダー一強のね、ドラメンテ産駒なんですが、あの馬自身は母にですし、ぜひね、今後父にの後継馬を一頭出してほしいところ。しかしドラメンテといえば、なぜか父にあんまりね、似ていない柔らかそうな産駒、例えばね、本馬のような馬がいいと思うんです。やや胴長で落ち着いてね、ゆったり歩ける気象、距離が持ちそうですね。繰り毛ということもあって、まあパッと見これがね、ドラメンテ産駒と分かる人がどれほどいるか。でもドラメンテはそれでいいと私は思っています。やっぱりね、ダノックスはいい馬買っていきますね。期待の後継候補です。続いては46番、ラルケットの21、税別2億2000万円、金子誠オーナーの購買馬です。すでに G1 ウィナー出ている母ラルケット産駒ね、祖母あずさゆみがサンデーのマックス活性産駒で、母にの馬はもうこれでね、半分成功したも同然です。本馬はこの金子誠オーナーのね、戦略が存分に現れた一頭でしょう。金子さんはまあ以前からどちらかといえばベストトゥーベストの配合馬をお買いになる方で、理屈というよりは競走馬として完成した配合で外れをつかまないことを第一に考えている気がします。まあこれはね、ドルメロとはもう真逆の戦略で、資金力があればね、これが最強でしょうね。もっとも馬を見る目も確かな方ですから、この世代もね、いい馬が勢ぞろいしました。 G1 戦線にバンバン絡んでくるでしょうね。そして最後の5頭目は、76番、モシーンの21、税別4億5000万円、ダノックスの購買です。今年ダノックスがね、ぶったかいモーリス産駒2頭とも買っていきましたけど、驚くことにその2頭とも配合内容が非常によく似ています。例えば母父がデインヒル系でネアルコのゼロであること、
そしてサンデークロスがないこと。他にも活性が十分小さいのでクロスもない。つまりアウトブリードであること。これこそね、モーリスの理想配合であって、まあ4億はさておき、こういう馬ならお金を出す意味があると思います。これまでクラブ募集でね、私たくさんのモーリス3区を見るにつけ、ドルメロの候補にモーリス3区がほとんど上がってこない悲しさ、でそこに会員さんが出資するジレンマ、こういうね、モシーンとかホームカミングクイーンの配合を見てね、社内も分かってはいるんだろうけど、ちょっともう遅いんだろうなぁという気がしています。だからモーリスは本当に残念なね、種馬の一頭だったと。私は心から思っています。まあ、今から豪州行ってもいいくらいだよね。もとい、本場の母、モシーンのね、スプリント能力は、この5代前のクリムゾンセイントから来ています。この形は、代々、ロイヤルアカデミーセカンド、そしてファストネットロックという大御所を出しながらね、モシーンまで続いたスプリント系ですが、その先はというと、そのクリムゾンセイントの形はこの母系の奥深くサー・ギャラハットまたはねブルームスティックあたりから来ています。そうなんです。以前の動画でもお話ししたこの名品プラッキー・リエージュからセント・サイモンまたはベン・ブラッシュというアメリカンダミーに由来する短距離スピード系の形が脈々と途切れずに現代まで伝わった一例です。まあアメリカだろうと豪州だろうとね、世界どこへ行っても優秀な馬の形は必ずその姿を現します。それがいい種馬の条件であり、種馬の仕事でもあるんです。さてセレクトセール2つ目の話題は、次世代のエースシュボバについてです。今年の一歳セールで購買額上位20頭に入った国内シュボバ、これご覧の通りなんですが、これをまた AB2 つのグループに分けました。で B グループの方はね、ここから3区がいなくなる父ですんで、ここでは割愛して残った A グループについて考察していきます。で金額順に並べてあるんで、それを踏まえてね、名前をよく見てほしいんですが、本当にこれが今の正しい人気順なのかと言われれば、まあ、ちょっと違和感を覚える方もいるでしょうね。まあ、例えば、今年の競り1番馬を出した父モーリスです。すでにお話ししたようにね、今年は素晴らしい配合馬ここに2頭いたため飛び抜けたね、落札額になりましたけど、通常運転だったらですよ、こうその下にいるラクアミとかね、レッドリベール3区のように、今はボバでも1億は難しい父だったはずです。で、おまけにこれらはね、サンデークロス付きのいつもの社代的配合ですから、まあ期待値はさほどといった感じ。だから生産会、それからオーナーさんたち、今のモーリスを三振かホームランかといった大味な種馬として見ているのかもしれません。そしてもう一頭心配なのがロード・カナロアです。今年彼の1歳3区には1億を超える馬は1頭もいませんでした。まあ夢を買うね、搭載セールならともかく、実物の成長が見えてくる1歳でね、爆発力がないと見られていること、でそして今や絆、オルフェーブル、そして非社代系のリオンディーズ3区よりもね、爆発力が下にランクされること、これは馬を売る側、生産側としてちょっと厄介な傾向だと感じるはずです。まあ確かにこうしてね、1億の下あたりに3区が固まって購買されていますから、カナロアのね、価値自体は安定しているのかもしれませんが、市場では1億円に近づくと
買い上がれない父になりつつある。で、そういう人気順なんだと社内が判断すれば、今後来年以降の繁殖の質にちょっと変化が出てくるかもしれません。まあ、ならばまだ見ぬ新しい素材にね、期待するのが競馬というものですよね。ここに挙げたリアルスティールとか、あるいはレイデオロ、マーケットでもね、滑り出し好調と言えそうです。特にリアルスティールの人気凄まじいですね。牝馬でも、まあ、このくらいの価格ですから、実際にはね、1億に近い価値があると判断されているはずですし、配合上ね、彼に面白いことが起きるのはこれからですから、次世代エースの一番手としてぜひ覚えていきたい一頭です。まあ、ただしリアルスティーク3区はですね、低価格帯にもね、多数顔を出す馬なんで、3区の出来には幅がありそうです。ちょっと小柄とかね、体が寂しい馬もいるんでしょう。その辺を見分ければ思わぬ掘り出し物もあるでしょうね。で、そして、今回のセール価格から見た大穴候補、これはブリックス&モルタルとシュバルグランです。特にブリックスはね、導入時からこの適性に賛否両論ありました。ただ、今年のセールを見た限り、プロはまあまあやっていけると思ってる。そしてある程度爆発力もあると判断しているようです。一方シュバルグランはね、残念ながら来年からもう劣勢期に入ってしまうんで、クラブで狙うなら絶対に今年の世代、父人の3区がおすすめです。セレクトでは玉がね、少なかったせいもあって、まあ、かなり高額で取引されましたが、これは決してフロックではないと思います。セール3つ目の話題が、低価格帯にお宝候補はいないのかというお話です。これはもう伝説のね、18年セールで牝馬三冠デアリングタクトが1200万円落札の例を持ち出すまでもなく、結論としてセレクトセールは低価格帯こそが狙い目なんですが、まあかといってやみくもに手を出すわけにはいきません。その馬がなぜ安いのか、あくまで馬体に間違いがない前提でお話をすると、まず安い馬はね、よくわかんないから安いというケースがあります。例えばね、この1番、外国産の父だからわからない。それから2番、マックス活性とかね、ドルメロ理論でしかこの馬の良さがわからない。こういうケースはもう仕方なくね、放置されてしまうんでしょう。まあしかしながら、このセレクトセールはもう出るだけでも大変なんですから、必ずどこかに光るものがある馬ばかり、軽視は禁物です。例えば77番フォークレジェンドの21、本馬は父吉田の初年度産駒かつ母の初子。確かにこの祖母フォルクローレね、三冠馬コントレイルの祖母でもあるから、ボケはしっかりしたものですけど、いかんせんね、他に情報が少なすぎて放置プレイ、これはもう非常にもったいないです。日本でも実績のあるデピティミニスターの形を継いで完全なアウトブリーの牝馬が2100万、それでも高いですか。そうですか。わかりました。ならばこの馬はどうでしょう。140番インバリダの21、父はミスプロ系のパレスマリス、4系統のうちね、3系統がミスプロという偏りっぷりで、残りの1つがねシアトルスルー系で、しかもそこが優先祖先。これはもうダートならね、世界中どこでも走れるはず。で、今度はボバで1500万円、いかがでしょうかね。実際は帝王でね、おなじみの小笹オーナーがね、お買いになりましたけどね。
でもう一声と言うなら、もうこの子で文句ないでしょう。41番、コンクエストハーラネイトの21、本場は形もね、父レイデオロニーだからいいですけど、この本場の良さはね、そこじゃないんですよね。実は本場は自分とお母さん2代にわたって真のマックス活性器に種付けされた可能性があるすごい馬です。まあそのうち自分のマックス活性はちょっと怪しい点もあるけれど、まあ、にしてもね、2代続いた真のマックス活性というのはかなりレア。セール馬500頭に1頭いるかどうかという確率でしょうね。でこれをお買いになったのが、なんと天下の日本中央競馬会、1700万。まあ順調ならね、 JRA のセールにどこか出てくるかも、こうご期待ですね。セレクトセール2022解説動画いかがだったでしょうか。そういえば低価格ゾーンの馬といえば、今年ねキャロットさんがたくさんお買い上げになりましたよね。今後あれ募集でどのくらい出てくるのかな。 DMM さんもそうですけど、この後のねセレクションセールの購買馬と合わせて後ほどまとめて夏のクラブ系データ販売、これやりますんでね、今んとこ目ぼしい馬がいないとお嘆きの方もぜひセール馬の動向にご注目ください。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。